アセセッットトロロケケーーシショョンンっってていう言葉皆さん知ってますかね非常にこれ重要なんだけどなんかあんまりその理解してない人が多いそうな気がしてその投資は怖いみたいなことを言ってる人が多いんだけれどもその投資っていうのはさ何かにそのその株とかを買うとかっていうのは本質じゃなくてアセットっていうのは資産っていう意味なんだけど自分の資産をどういうふうに分配するのかというのが本質的なところなんだよね投資の。 だからその例えばね100万円持ってますと現金で現金で100万円持ってるっていうのは100万円分の資産を現金にアセットロケートしてるってことこなわけよ要するに他の資産を持ってないっていうことなわけねで現金っていうのはある程度安全ではあるんだけどインフレがありますから必ず目減りして必ずというとちょっと言い,が言い過ぎだなその基本的には目減りしていくんだよねで年2%のインフレターゲティングっていうのは。 年2%のインフレターゲティングっていうのをあの日銀は設定してるんであの年2%ずつ現金っていうのは減っていくというようなイメージになっているわけですね。うんえー、っとじゃあちょっとアセットロケットの話の続きなんだけど現金っていうのはどんどん目減りしていくということなわけですよね。えー、なんでその現金っていうのをいくら持っとく必要があるのかってことだよね。 つまり現金っていうのをいくら持っておく必要があるのかその他の防衛費に変えるのかインフレ対策士さんに変えるのかとかねそういう例えば金とかを買っておけばそれはあのインフレには強いわけですし、まあ、株とかを買っておけばそれはその配当とかがあるわけでただ現金っていうのはある程度は必要なわけだよ、ね、その家賃の支払いとかさ。 日々の生活費の支払いとかそういうのにし必要なわけだからどれだけの現金をその持っとくのかでアセットロケットするのか不動産にするのか、えー、ふ不動産にするっていうのはまあ家を買うとかねあは不動産投資をするとかまあそれはそのお金を借りてするっていうのももちろんそのアセットロケットの一つでそれはまあ純資産っていうのがこれだけあってあ総資産っていうのがこれだけあって、えー、負債っていうのがあって純,純資産っていうのがあってまあでもこれを合わせると結局その100万円にはなるわけだよね。その例えばだって 5,000万借りて5,000万の物件買いましたって言ったらその5,000万円の不動産っていうのがその借り方について貸し方についてとていう話になるわけですからその結局100万円っってていいうのは変わっていないわけね、えー、なんだけどその,その100万円をどういうような分配してるのかだから100万円しかないのに5,000万の不動産買っちゃうっていうのはその自分の資産のうちその100%以上を不動産にしていてっていうような状態になっているわけでそれっていうのはかなりまあアンバランスなあこうし,し アセットトロケートになるわけだよねだから家買えるなら買っちゃえとかっていうのはかなりその言い方としてはまずいというかかなり攻撃的なというか安全でなないいというかその攻めたアセットトロケートになるわけだよね、うん、だからその自分の資産をど,どれだけ分配するかっていう意味合いではでも逆に言えば現金で持ってるっていうのも相当その全部現金で持ってるっていうのは相当、うんまあ、日本はそうインフレ。 そのある程度そのハイパーインフレとかには、ね、ならないと思うけれどもい最近ではねこの補助金とかがめちゃくちゃばらまかれているいわゆる量的緩和っていうんですけれどもその何て言うんでしょうね現金が配れるってことは現金の価値下がるってことですからそのアセットロケート的にはだいぶ危ないそのアセットロケートだなというふうには思いますよね現金ずっと持ってるっていうのはもう下がること分かりきってるわけだからそれは。なんで何パーセントかはこう、 豪に変えるとか株に変えるとか不動産に変えるとかまりは仮想通に変え,えるとかそういったことをえするというのがまあの望ましいというかなあのした方がいいんちゃうかなというふうには思いますね。それはなんか現金10万円しかなかったらアセットロケでもくそもないけどさそれ日々の生活費にそれは決済しなきゃしょうがないわけだからという感じですね。日本人は現預金をえよしとする傾向がありますすううすねねそそそうううういいいい感感感じじじででれははちょっとどななのっていう感じがいたしますはいそんな感じですね。 だ投資は危険っていうのは本質的じゃないというかその危険度がどれぐらいかってことなんだよねそのなんていうんだろう現金に比して危険度がどれぐらいの資産なのかそれぞれで異なるわけ金だったらそれこそ現金より安全とも言えるかもしれないしそのインフレ的な意味合いでね、うん、攻,撃攻撃的なポートフォリオあ有効じ,あじゃあで、まあ、そのポどういうポートフォリオを組んでいくのかどういう、えー、その資産を分配していくのかというのがそのアセットロケットだと。 いわその給料をいくらその毎月入ってくる給料のうちいくらをこう現金にしていくらをこう、えー、こう不動産にしていくらを何にするのかだかそのローンとかっていうのを毎月いくらはこう不動産にしようみたいなそういうような意味合いなわけだよね。うんだからそのなんて言うんだろうな現金が給料が入ってきたらで現金で全部持って,てもいいんだけどそれはそれで俺は現金というアセットロケートをしてるんだ。 っていう意識のもとで持ってないと、それはちょっとよくわかんないっていう感じ。あの何て言うの危険な投資家っていう感じがするね。うん、そんな感じですね。はい、ポートフォリオ運用を個人でするには、ある程度の金融リテラシーが必要ですね。あ、これは違うんですよ。あの、それがね間違っていて、その今投資リテラシー金融リテラシーがない人も現段階で。すでに100%現金というポートフォリオ運用をしているわけ。うん、わかる。 それがね問題な、ね、1,000万ぐらい元気で持ってるけど今の株価だと株に投資する気になれないなそれはねあのランダムオーク理論っていうのがあって今の株価が高いとか低いとかっていうのはね分かんないからね正直ね、うん、1,000万元気で持ってる方が俺は個人的には相当危険かなっていう感じがするけどねまあそれはちょっと、うん、<laughs> いろんな考え方があるから、うん、だって単純に目減りしていくわけだから2%ですね、うん、でちょっとその色的緩和を考えると2%で済むかなっていうのも 怪しいところですから。